はいどうもお疲れ様です。 TIE クランのルーでございます。ルーさん、沖縄の動画いつ投稿されるんですか？もう10月になってしまってますけどっていう方もねいらっしゃるかなと思うんですが、実はこれまだ無理でして、この前宮古島のレンタカーショップの送迎バスに沖縄のほぼ全ての、シーンを撮影したビデオカメラ、GoPro を、忘れてしまって、で数日後レンタカーショップで見つかったよっていう話をしたと思うんですよ。で見つかったのが9月23日なんですね。で週明けにレンタカーショップの方が発送してくださるっていうことやったんですよ。だから確か9月25日には発送していただいたんです。ただ実はまだ家に届いてなくてですね本来 U パックなら宮古島からでも大体2、3日で届くんですけれども、多分ね GoPro ってあれバッテリーが入ってるじゃないですか。なんかバッテリー系ってなんか航空便の輸送が無理みたいなあるじゃないですか。それに引っかかったのか、おそらく GoPro は船に乗ってどんぶらこと移動しておりまして、29日にようやく那覇に到着、そして10月1日にようやく福岡に着いたところでございます。まあ福岡からおそらくね普通にトラック運送かと思いますので、あと2日ぐらいで東京に着くんじゃないかなってところですね。というわけで沖縄の動画もうしばらくお待ちください。一応一眼レフとスマホで撮影したものもあるんで編集は進めているんですけど、 GoProが届いたら、まあ、引き続きね編集の方を進めていきます。まあ見つかっただけで御の字ですけどね。さて今回はチャージライフルの動画になるんですが、前回も話した内容皆さん覚えていますでしょうか。世界大会 ALGS で最も使われたスナイパーの話です。 ALGS で一番使われたスナイパーはセンチネルでもロングボウでもなく新しくなったチャージライフルなんですね。正直チャージライフルは新しくなった当時の反応としては難しすぎてとても使えたものではないっていう意見が多かったと思うんです。というのも弾速も遅いし弾道落下もそこそこするし、しかもすぐ撃てない、チャージが必要から一瞬のピークに反応できず当てづらい、かなりクロート武器となっています。でもプロの大会で使われるのはチャージライフルなんですよ。まあ、つまりきちんと扱えればチャージライフルの方が強いということなんですね。まあ、それもそのはず、チャージライフルは一発あたりのダメージがロングボウやセンチネルの比に、ならないわけですよ。ロングボウのようにエスカーピンも必要ないし、センチネルのようにシールドセルに耐えることもなく胴体で110ダメージをね与えることができます。難しいけど当てさえすれば最強なわけですよ。ただチャージライフルの進化は胴体ダメージじゃないんですよ。言うても110ダメージ与えてもやっぱレベル5アーマーがね割れるわけじゃないんですよね。レベル3アーマーに対しても一応アーマーは割れるけど肉体ダメージはたったの10、バッテリー巻かれて仕切り直しです。やっぱりねこのゲームダメージレースで優位に立つには肉体ダメージがかなり重要なんですよね。なぜなら医療キットは使用するのに時間がかかるからです。つまりチャージライフルで進化を発揮するのはヘッドショットなんですよ。でもチャーラーのヘッドショットお察しします。だいぶ難しいですよね。横偏差に精一杯で縦偏差まで踏むのはしんどい、わかります。そこでちょっと提案があるんですけど、バンテージのパッシブご存知ですか？バンテージのパッシブはスポッターレンズという能力ですね。スポッターレンズの能力をここに載せておきましょう。はい、まあいろいろ書いてます。敵のレジェンド名、その敵との距離およびその敵のボディーシールドレベルと部隊人数がわかる。そしてもう一個、着弾予測地点が分かるというものですね。これ縦偏差が難しいチャージライフルと実はね結構相性が良くてですね、ヘッドショットがかなり楽ちんになります。チャージライフルでヘッドショットはそれはもう致命傷を与えることができますから、ぜひねバンテージのパッシブスポッターレンジでチャーラーを使ってみてください。ヘッショで、まあ、ヘルメットにもよりますけど149から220ダメージをね最大で与えることができます。やっぱりねヘッショに当ててこそねチャーラーなんですよ。というわけで今回はバンテージのスポッターレッドを使ってねチャーラー使ってきます。本編どうぞ。ちょっと動かないで、動かないでどっち、どんどん動かないで、ほんとチャージライフルゴミ。いや頑張ってんすよ。割れてるよ。ホライゾン揃ったね。これでやったよ。あ、間違えた。起こされますね。177、すげえ。こっちからクリプトドローン来た。オッケー、つまりそっちからクリプトドローン飛んでくる。そういうことやね。うわっ、痛いよ。危ない、危ない。いやどうですか？なんかね、すごい忙しい。大丈夫ですか？大丈夫多分。絶対大丈夫じゃないじゃん。左行こうも俺。攻撃を食
終わった。割れてる。あったわ、あったやつだけど割れてなかったけど、あ、バンガロールがいたのか。バンガロール、バンガロールね。あー40倍やったらな。いるよ、まだまだいる。うん、ここまだいますよ、そこ。いや、アンチ入ってるんだね、まだ。あったあった、バンガロール割れてる。いいね。痛いよ、頑張れ頑張れ頑張れ。ベッパです、これ。知るなよ。あ、これベッパです。ここいいね、いいね。どうした？ナイス、ナイスカバー。任せて、チャージライフルやから俺。いや、ナイス。これ左から追い取れそうやけど。全滅？全滅。あ、じゃあ上行こうぜ。ねえ、すごいいる。なんかリフトで上がられてる。ちょっと待って。すごいやってる。じゃあ俺も行っちゃう。やば。それやれる？やれる、これは。おーいっす。はい。スナイパーも。あーざーざー。ふぅー。回復するよ。あと5秒やけど。エバックタワー出したら、エバックタワー。あ、あるわ。多分壊されるかもしれんけど。いや、フェイクでね、もう1個。フェイクで2個出す。もう1個、いや、そこは。そこだ。いてー。まあ当てられへんやろ、こんなん。さすがに圧的してね。この辺でしょ、やっぱこの辺ね。オッケー。懐かしい、この辺。死にかけた。ガチ死にかけたって。オッケー。敵は残り2分。あと2パー。なんかチャージライフル、ヘッショしないと意味ないんですよね。ヘッショ、あは、ヘッショ。あと2パーティー。索敵レブナント、もうワンパーどこいんだよ。いいね。あっ、そっち行ったら。あいつクレーバーじゃない。クレーバー持ってる、これ。クレーバーだ、ローバー。ローバー終わった。リロード中。待って、クリップいる後ろに、別パーや。あの、クリプトの位置発見しました、別パの。あー、そこね。そっちの方いたんだ。クリプト一人っぽくない？あの、アンチ俺の場所ね、結構強い。うわー、俺ヘルメット強いの欲しいよ。いや、左インで敵、そこ。ちなみにやけど、あ、ワーマーだ、一人かもね、あれ。あ、そうな、余裕ですね。あ、それ、頑張って。まだ、またチャージライフルに。うわ、クレーバーやばい。怖すぎ。全員がリングの外に。いった、クレーバーやばすぎ。ここ3人だから。まずいっすね。126、クリップ、あの、ヒューズ。オッケーオッケー。な、クリップどこ行ったかわからんもん。オッケーオッケー。クリプト117。ナイス、どこに。あ、そうなの。クリプトロー、ナイス。さあ、あとはあのワンパや。セル巻きます。何物欲しいな。クレーバーまだ一発余ってるよ、これ。いいやん、その一発決めよう。わあ。わあ、これ切っちゃいますか。あ、どこがうまい。やばーい。ピークの仕方、チャージライフルしんどいんですけど、ね、幸いマザーロードがそんなにうまくなかった。140入った。140、もう一人。暗い。78、雨降り。気持ちいいんご。でも全員回復終わってます、これ。グレネードの10ダメージだけ入った。頑張ろう。なんかクリット一生あいつクリットしない。9ですね、あんま巻いてない。140、ローバー、はい、へー。
あ、これ勝てる勝てる勝てるっすよ、当然。あ、来たぞ。右にバンテージが来てるわ。あ、見えてんのかこれ。ピークしてこいよ、ピーク、ピークしてこいよ。してこないね。45、アオアーマーだ。アオアーマー、あれあれ、またロロ。バッテリー余ってる？バッテリーないよ。ないか。あ、やばいこれ。あ、ごめん。ああ。何それって。うん、じゃあそろそろグッド使うか。はい。あ、待った。待って待って。あ、僕無理、僕無理も、僕無理も。やれるお前なら、お前なら無理、無理かー。